よろぶんアニアツヨ経営センターメラボ古山佐伯の韓流研究所所長の古山佐伯でございます。今回ご紹介するのはウェブドラマです。まあ、ウェブドラマといいますと非常にコンパクトな作品ではありますけれども、最近その潮流が少しずつ変わりつつあるようですね。話題作も続々と配信されておりますけれども、今日は2作品その中でもご紹介しようと思います。ドラマ影美女と優秀無断カドゥシムというこの2作品です。まずは影美女なんですけれども、こちらは人気ウェブ漫画が原作となっている作品。そしてカドゥシムの方は、これ制作しているカカオ TV カカオ初のですね、なんとオリジナルファンタジードラマということになっております。両作品とも1話20分ぐらいということなんですが、果たしてどんな作品なんでしょうか。今日も優秀な研究員の方をお招きしておりますので、いろいろとその魅力聞いていきましょう。それでは本日の研究員ご紹介いたします。こちらです。はい、ポニーキャニオンの森ファイトと申します。よろしくお願いいたします。名前がかっこよすぎ。全然話変わるんですけども、はいはい、学生時代のニックネームは何だったんですか。ファイトすごいな。韓国語とか勉強してる友達とかにはファイティンとか呼ばれたりとかしてましたね。それ結構ちょっと嫌ですね。森ファイティンはちょっとあれですね。そうなんですよ。最初何のことって思ったんですよ。そうですよね。いやでもネタになりますよね。そうなんです。お話しする、ね、覚えてもらいやすい。そうですよね、はい、あ素晴らしい。森さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ポニーキャニオンさんといえばこちらのラブコマちゃんですけれども、ラブコマちゃんです、はい、今日もご一緒でございますが、2度目のご登場でございます。今回は2作品、しかもですねウェブドラマですね、はい、1つ目の作品が影美女、そしてもう1つが優秀無断カドゥシムというこちらの2作品ですけれども、はい、これもともとウェブ漫画原作ですよね。そうなんです。影美女の方はそうですね。いやこれ面白いなと思って、韓国らしいなと思って見てました。そうですね。改めて簡単に内容をご紹介いただいていいですか。はい、はい、主人公がですねこの作品とてもユニークでして、クラスでは、まあ、養子のせいでいじめを受けてはしまってるんですけど、うん、SNS 上ではなんと70万人以上フォロワー数を抱える美人インフルエンサージニとして、うん、二重生活を送っている、まあ、主人公エジンという子なんですけれども、うん、その子にある日一通の DM が届くんですよ、はい、その DM っていうのがジニーの正体を知っていると。ああもうこれ自分が主人公だったらめちゃくちゃ怖い一通の DM なんですけど、そんな DM からすごいドラマがこう発展していくっていう、まあ、内容となっております。これ全何話ですか。全13話で1話約20分ぐらいなので、そうなんですよね。だからウェブドラマが一番いいのが一気に見れちゃうっていう。そうですね。とても見やすい作品だなっていうふうに思います。しかも電車で通勤されてる方、はい、朝行く時にねもう1話簡単に見れちゃうぐらいの。そうですね、スマホで。そんな勢いですもんね、はい、で僕もまだ最初の数話しか見てないんですけど、はい、結構怖くないですか。怖いですね。もう終始ハラハラドキドキというか、もう、まあ、それこそさっき言った DM を誰が送ったのかみたいなところから、本当にエジンが今後どうなっていくのかみたいなところを本当に着目して見ていただけるとより楽しく見れるんじゃないかなというふうに思います。しかもこれ影美女だけの話じゃなくて、実際いるでしょこういう人。いそうですよね。いやいると思うよこの世の中にたくさん。いやだからそういう意味でもすごくリアルな感じが伝わってきますし、このドラマだけじゃなくてこう韓国独特なのかもしれないけど、色がね、画面の色が結構こうブルーっぽいじゃないですか、はい、これがねまたなんていうんだろう、独特な緊張感を生んでんですよね。ダークな感じってでも他の学園ドラマではあんまり見ないですよね。ないですよね。それがまたね緊張感をもたらしているっていう。これ最後どうなるんだろう、全然わかんない。もうそれは本当にすぐ見てほしいですそうですよね、気になってしょうがないわって感じです。そう、昔ウェブドラマってもうほぼほぼ学園のラブコメっぽいものばっかりだったけど、はい、いろんなの出てきてますね最近ね。そうですね、でこの作品でいうと扱ってる題材っていうのは、まあ、いじめだったりとか、あと SNS ですよね、っていう、まあ、本当今時のそういう中学生高校生とかには特に刺さるんじゃないかなっていうテーマです。影美女でございます。そしてもう一作品がこれがまた優秀無断カドゥシム。
僕これ見れてないんですまだ。あ、そうですか。こちらまだ見れてないんですよ。どんな感じの作品なんですか。まずムダンっていうのが、はいはい、まあ、簡単に言うと除霊師、うん、なんで、まあ、除霊師のお話ではあるんですけど、はい、まあ、代々ムダンをこう受け継ぐ家系に生まれた女の子がカルシムっていう女の子で、彼女ですか。そうです、はいはい、でその子がまあ主人公なんですけど、彼女が転校した高校で謎の事件が発生するんですよ。でその事件というのが、学年で成績ビリの子が次々と亡くなっていってしまう。また嫌な話だね。もう嫌な事件が起きてしまうんですよ。でその事件の裏にいる悪霊とウスっていう男の子、そうです、はいはい、が、まあ、学年一秀才なんですけども、彼もひょんなことから霊が見えるようになってくるんですね。で彼と一緒に学校を守るっていうお話です。またちょっと違ったこう方面に降ってきました ね内容を。へえ、いや、あの韓国って結構シャーマニズムの国じゃないですか、はい、だからムダンとかこの巫女とかね、うん、あの日本だとちょっとあの独特なこう雰囲気のあるものですけれども、意外となんかこう庶民生活に根付いてるし、ドラマとか映画の題材ですごい出てくるから、日本よりリアルかもね。そうですね、よりね、うん、お、見たことありますよ。校長役としてここに出てくる、はい、名優が出るようになってきてるわけですよね、ウェブドラマにね。また本当に詳細言いたいぐらいなんですけども、はい、キーパーソンというか校長が、はい、はあ、ソンヨン高校ゴーストバスターズというこのサブタイトルを見たらどうなのかな、なんとなくこうは見えてくるんじゃないかなと思いますけれどもね。あのそれぞれのドラマに共通して言えるのが、はい、まあ、ウェブドラマって大体 これまでは若手のいわゆる K-POP アイドルの演技未経験者の人たちが、うん、はい、ある種こう演技のベースを作るようなプラットフォームとしてウェブドラマってあったと思うんですけど、はい、最近ちょっと変わりつつありません？変わってきてますよね、うん、特にここ最近で本当毛色が一気にガラリと変わってきてて、うん、特に影美女でいうと主演の子が、はい、あのもう最注目若手女優といっても過言じゃないんじゃないですかねと思っているシム・ダルギさんが、まあ、主演を張ったりだとか、本当にそれこそキム・セロンさんなんかはあれですよね、アジョシの少女役でこう一気にブレイクした女の子だと思うんですけども、実力派女優さんもウェブトゥーン原作の作品に出てくるようになったなっていうのは感じますね。しかもウェブドラマっていうね、はい、まあ、これまでだとあの地上波しか出ませんなんて言ってた人たちがだんだんケーブルテレビにも出ますってなって、最近だとあの OTT ね、配信も出ちゃいますなんて言ってて、今度はもうウェブドラマまで出ちゃいますみたくなって、いやそれだけやっぱりあの支持を得てるからこそですよね。面白いですね。なんかもうウェブドラマも本当にラブコメのイメージしかなかったんで、学園ラブコメの、だからいろんなこう幅広い世代の人に見てもらえそうですね、はい、そうするとね、はい、さあそんな中で森研究員の研究結果を発表していただきます、はい、まずドラマ影美女キャッチコピーを、キャッチコピー、はい、お願いします、はい、自分自身を愛せていますかです。来ました。自分自身を愛せていますか、はい、愛せてない、はい、本当ですか。愛せてない、もうつらい。ああなるほど、そうなんです。でもそれ本質的なテーマかも、このドラマの。いやだというふうに僕はこの作品を見て思いましたね。やっぱり一番最初に主人公がやっぱり養子で、まあいじめを受けて、それが嫌でコンプレックスで加工をして写真を投稿してインフルエンサーに後になっていくんですけど、やっぱりそれって偽りの自分じゃないですか。なのでまあ後にその70万フォロワー持って、まあ日々いいコメントを大勢からいただき、でブランドから無償で商品をもらいみたいな、あの普通の人じゃ経験できないいいことを経験はしているんですけど、やっぱどこか満たされていないような感じっていうのがやっぱ節々で感じ取れて、で一方で学校ではいじめを受けてはいるんですけど、その屋上であの親友のジンソンっていう男の子がいるんですけど、まあ、彼ともうランチを食べてる時、まあ、何気ない日常のワンシーンに過ぎないんですけど、そのシーンの時は本当心の底からこう笑っているような感じがして、個人的にやっぱりそういう周りから別に何ともないシーンでも、それがもしかしたら一番本質的な幸せなんじゃないかなみたいなところを感じて、このちょっとキャッチコピーを考えました。いい説明ですね。完璧な説明だと思います。今のでもうさらに見たくなったんじゃないですかね。
そして、カードシムの方のキャッチコピー、はい、お願いできますか。あの天才子役出身の才能と才能の掛け合いを楽しめる学園ドラマです。ほー、女子の少女役でこう大ブレイクを果たしたキム・セノンさん、うん、とあとはイ・ジョンソクさん、あの、うん、ピノキオだったりとか、はい、あと六竜が飛ぶのユアインさんの、うん、幼少期の役でこう注目を浴び、後に国民の弟と呼ばれるようになった、うん、ナムダルムさんが、うん、その2人中心で物語が発展していくので、うん、まあ、すごいこうやり取りがあるんですけども、まあ、そこにぜひ注目してみていただきたいなっていうところで。なるほどね、はい、大きくなりましたね。大きくなりました本当に大きくなりました。まあ、本当韓国って子役の層の厚さね、はい、あるんですけども、改めてこういうドラマ見てるとそれを感じますね。なるほど、いやこれも見たいな、早く。分かりました。さあそれではですね、さらにそれぞれのドラマにおけますおすすめのセリフをピックアップしていただきました。じゃあまず影美女から。何も隠されていない本当の月の姿は、私みたいだって。でも私はあなたが思うほど思うような人間じゃありませんです。よく覚えましたねすごいですね。ちょっと噛んじゃいました。いや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 、いやなんかこうね、見てやるのかと思ったらもうカメラ目線でありがとうございます。でもなんか意味深なセリフですね。それそうですね、なんかそれは、主人公であるエジンが親友であるジンソンに言う、まあ、終盤の本当印象的なシーンでのセリフなんですけど、はい、お互いがこのセリフからちょっとなんとなく感じ取れるように、まあ、気にはなってる関係で、うん、このセリフの前に過去その男の子側からエジンに対して好意的な、まあ、告白ですよね、うんうんうん、をされてはいるんですよ。でその理由が、まあ、ピュアな何も飾らないあなたが好きっていう内容の、まあ、セリフだった内容の告白だったんですけど、うん、やっぱり彼女自身その偽りの自分のインフルエンサーっていうまた違う別の自分がいるので、まあ、そこに後ろめたさを感じている、うん、なのでまあ彼が好きだからこそ、まあ、こう素直に言えないというか、うん、裏切らないようにこうあえてこうそんなあなたが思うような素敵な人じゃないよっていうことを言いたい人がこう、ね、その思いがすごい伝わるセリフだなって思って、そういう意味ですごい印象的に残ってます。深いですね、はい、じゃあ最後どうなるんだろうこの二人がもう今早く見てください皆さん、最後まで見てください。ぜひお話ししたいですそうなんだ、はい、いやでもセリフからもね分かりますね、そのドラマの深さがね、さあそれではカドシムの印象的なセリフご紹介いただけますか。はい、ウスのセリフなんですけど、はい、みんな、話をしたいのさ、彼らの恨みつらみを誰かが聞いてあげないとです。ほう、これはまたどういう、本当に影美女とはまた全然違うテイストのセリフなんですけど、もともとウスはクラス1の秀才で、ただ別に悪霊は見えなかったんですけど、はいはい、まあ、ひょんなことからこう見えるようになっていった、うん、でその影響もあって、もともとは本当性格的に言うとドライというか、周りに一切興味がない、他人に興味がないような子だったんですけど、うん、なんかそういうことをきっかけにすごいこう優しくなっていくんですね、うん、でそれが感じ取れる一番最初のセリフっていうところです。うまいですね。なんかこう見たくなるセリフをピックアップしてきますね、やっぱりね。ウェブドラマでしかも20分ぐらいのコンパクトな1話あたりですね、作品でもあって、12話3話ぐらいですか。そうですね、影美女が13話、カドシムが12話ですね。ね、まあどれだけね、時間をかけてみても普通のドラマを見るよりはるかに早く見れますしね、サクッと見れちゃう、はい、確かにそれがウェブドラマの、ね、魅力でもありますけれども、これ早く見たいと思ってる方いると思うんですが、実はアベマで配信されてるんですね、はい、これそうなんです、はい、ドラマ影美女とそれから優秀無断カドシム、両方ともアベマプレミアムで全話配信中ということでございますので、はい、見ていただけると思います。こういうウェブドラマの、まあ、配給ってこれからもありそうですか、はい、あるんじゃないでしょうか
あるんじゃないでしょうか、これは。それはやっぱりあの、ね、一社員としてはこう言い切れない部分はありますよね。そうですね、まあ、でもただ肌感としてはですよ、あくまで、はい、あの増えてるようには感じます、やっぱり。うん、でもウェブドラマを取り巻く環境ってこの数年でずいぶん変わったんじゃないですか。ありましたね。だって有名俳優も出るようになり、素材も豊かになり、でしかもまあプラットフォームも随分と幅広くなったんで、はい、当然制作費も上がるし、昔のように手軽にっていうわけにはなかなかね、はい、いきませんけれども、まあそれでもその分魅力的な作品が増えてるっていう、本当そうだと思います、ことですよね、はい、いやーこれはちょっと楽しみ、まずはこの2作品からね、ご覧いただきたいと思いますけれども、ぜひアベマプレミアムでチェックしていただきたいと思います。ちょっと森研究員のね魅力が今日爆発しちゃったね。そうですか。やばいなこれね。名前ファイティンにしちゃいますよ。この時間だけはね。いやでもどうでしたか？いやもうすごい、でも最初初めてだったんで、はい、すごい緊張しました。で後ろに先輩もいらっしゃるので。先輩がもう厳しく見てますからね。そうなんですよ。前回6月でしたっけ？はい、王女ピョンガンの時、はい、ここに座っていた先輩なんです。それは見てる。はい、皆さん、ああそうなんだって、ね、チャンネルもね、チェックしてると思いますけど、はいはい、大丈夫でしたか先輩、バッチリ、あバッチリだったと、お墨付きです、ありがとうございます。はい、あでもね、ラブクマちゃんも喜んでると思いますね、はい、あのポニーケンニモさんといえば、はい、WeLoveK のツイッターでいろいろ情報出してますよね、はい、でも最近なんかアジアドラマもいろいろやってますよね。そうなんです、幅広くやっていて、はい、でついでにあのラブクマちゃんもすごい稼働させてるんで、稼働ラブクマちゃんを使った、まあ、ショート動画とかを作って、まあ、インスタとかツイッターとか、まあ、YouTube のショートとかにも上げてるんですけど。マジですか、今日もすみません稼働ありがとうございます本当にすごいですね。なるほど、ラブクマちゃんもぜひチェックしていただきたいと思います。ということで森研究員ありがとうございました。ありがとうございました。そして本日のプレゼントです、こちらです。国家韓国コンテンツ振興院からブックスタンドをいただいております。こちらを2名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は番組概要欄コメント書いていただくところにですね、プレゼント希望と書いて今日の番組の感想などを添えてアプライしていただきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。ということで K エンタメラボ、また次回もお楽しみに。